では問題の解説をしていきます。正方形の中にぴったり入る正三角形を書きました。この長さが5センチの時、正方形と正三角形の面積の差は何平方センチメートルですかっていう問題です。面積の差を聞いてますんで、正三角形からはみ出したこの青で斜線引いてるとこなんですけども、これの面積の合計を出せばいいと、こういうことになりますね。で、まあこれ正三角形なんで、ここ60度ですね。で、まあこの辺とこの辺の長さが等しい。正方形だからこことここの長さが等しい。直角三角形において、まあ直角三角形の合同条件って、まあ小学校では習いませんから、中学生の範囲なんで、ここはあんまり詳しくは言いませんけれども、斜辺と他の一辺が等しいから、これとこれは合同ですよね。つまりここにある三角形っていうのは90度から60度引いて2で割ったもの、ここが15度、この直角三角形になります。でさらにこれとこれ合同だから等しいから、残りこことここの長さも等しくて5センチですね。ではここにある三角形は直角二等辺三角形になります。まあこれの面積はすぐ出てきますね。 5×5÷2 です。あとこれとこれの面積の合計なんですけれども、まあ15度の直角三角形だからそのままにしておくんじゃなくて、こいつここに持ってきて、こんな感じですね。こういうふうに合わせて30度の二等辺三角形を作ればいいと。ただちょっと困ったことありますね。30度問題の二等辺三角形なんですけれども、この長さとこの長さに関しては分かってないですよね。でもちろんね、これ正三角形の一辺でもあるからここの長さと一緒なんですけども、直角二等辺三角形のこっちの二辺が分かってるとき、斜めの長さっていうのは出てこないんですよね。まあいろいろ工夫して求める方法もありますけれども、今回ですね、30度問題の三角形についてもうちょっとね、性質をね、詳しく見ていこうと思うんですけども、30度問題、ここが30度の二等辺三角形です。面積の求め方っていうのは、底辺に対して、底辺に丸とした時に高さがどんだけになるかっていうのを考えて解く問題です。で今こう高さの部分を書きましたけど、ここの部分ですね、左側だけの三角形を見ると30度60度90度の直角三角形になってますが、これ正三角形の半分だから、正三角形これ20です。ややこしくなるから今書かないですけど、これ20に対して高さが10になるんでしたね。ここまで、確認しておきましょう。そうするとね、この面積考えるときに、底辺2に対して高さ1の三角形って、実はこれよりもっと有名な三角形があるんですよね。底辺が2で高さ1です。この高さ1ずっとここに持ってきますと、この三角形なんですけども、底辺が2で高さが1の三角形、実はこれここ1、1、1、1、直角二等辺三角形2つ合わせた、もちろん2つ合わせた全体も直角二等辺三角形ですけども、この直角二等辺三角形も底辺2に対して高さ1ですよね。っていうことは、この直角二等辺三角形と30度問題で出てくる三角形ですね、底辺高さ共通だから面積一緒になってくるんですよね。これを頭に置いといてもらうと、実はこの三角形とこの三角形、もちろんこれをね、ピタッとこういう風に回転させてひっつけた図を考えてもらってもいいんですけれども、ここに対して高さっていうのは、ここを2丸とした時高さが10になりますよね。こいつに関してもここが20ですから、高さが10の三角形になると。ってことはこいつとこいつの面積一緒ですよね。この三角形の面積は 5×5÷2 で同じ面積だから、これ2つ分ということで、青で斜線つけた部分の面積の合計っていうのは25平方センチメートル、こういうふうに出すことができますね。
では2問目の解説をしていきますね。正方形 ABCD の中に正方形 EFGH を作りました。外側のが ABCD で内側のが EFGH ですけれども、外側の正方形、大きい方の正方形の面積が30平方センチの時、内側の正方形の面積は何平方センチメートルですかっていう問題ですね。で、まあこの周りにね、15度の直角三角形が4つひっついている形になってます。で、15度の直角三角形ってのは2つ合わせて30度問題の三角形にすればいいなっていうことはね、もう分かるとは思うんですけれども、じゃあこれと内側の正方形との面積の関係どうなるかっていうことなんですが、さっきね、30度の二等辺三角形を書きまして、これと面積が同じになるよ、等積変形できるように直角二等辺三角形っていうのを書きましたよね。で、今回ね、そのまま重ねて書くと分かりにくいと思うんで、下側に書きますけれども、こうですね。こうした時に、これの高さっていうのは、こっちも1丸で、こっちも1丸。で、これとこれは面積等しいんですねっていう話がありました。じゃあこれもね、正方形と面積比べるよりは直角二等辺三角形と面積を比べてやると分かりやすいと思うんです。で、直角二等辺三角形っていうのは2つもしくは4つ合わせると正方形になるんですけど、今回はこれ対角線引いて、まあこれでも比べれるんですけど、こう割った方が分かりやすいですかね。こういうふうに対角線を2つ引いてやって、直角二等辺三角形を4つ作ります。もうこの時点で大丈夫かなと思うんですけども、この直角二等辺三角形とさらにここに同じのを引っつけてやれば、これとこれの面積に関しては同じになるっていうことに気づきますよね。そうすると、まあ同じなんだが、これ半分です。ここ1とすると、ここの面積は2っていう割合になりますよね。ここを1対2です。全部同じ関係になってますよね。っていうことは、外側の3に対して内側2っていう関係になります。大きい正方形の面積が30平方センチメートルだったら、内側の正方形の面積はその3分の2ですね、20平方センチメートルと、こういうふうに出すことができますね。まあ30の問題ね、いろいろね研究して、まあこういうふうな性質があるなとか、こんな問題使われてますねっていう形でね、いろいろ応用が効いてくると思います。次回ね、今度30度問題の発展的な問題ですね、そういった問題っていうのを紹介していこうと思います。